農地とは一般的には耕作の目的に供される土地のこと。国際的な統計では農業地域は耕作地と永年草地、放牧地の総称を言う。家畜や農作物を育てるためには土地が必要である。農作物はすべて植物であり、基本的に呼吸をしたい木から窒素。 二酸化炭素などを取り込み組織を成長させまた、それを原料に備蓄しているのに加えて、地面からも水分や養分を吸収し、太陽の光を受けて光合成を行っているわけで、農地には適度な空気の流れがあること、十分な水分が含まれていること、相応の養分が含まれていること、適度な日照があることなど、求められる条件は多い。考えにより、 もともと乾いていて農業には適さない土地にも水分を与えられるようになり農地を広げることができるようになった。さらに井戸を掘りり地下水を汲み上げることでも農地を増やせるようになった。痩せた土地には家畜の糞や人糞を施し養分を補うことでも農地とすることができるようになった。20世紀に化学肥料が盛んに開発。 多用されるようになると、農地開発はさらに勘弁になったが、これは、長期的に見ると様々な深刻な副作用もあり、近年ではむしろ有機農法に回帰することも、盛んに行われている。なお地中に有害物質が含まれている土地や塩分が、過剰な土地は農地には不適である。また、家畜を育てるための土地には、放し飼いならば牧草地帯が最適である。 30カ国の統計によると農地面積の平均約75%が世帯や個人の所有であり、これら30カ国では家族農家が食料の80%以上を生産していると推定されている。家族農家が所有する農地は森林、牧草地、魚場なども含む生産環境の一部になっていることが多い。そのため食料を安全保障、栄養学や 生物学、生物の多様性、水と土壌の保全や寛容収入の創出など多様な側面を有する。国際的な統計では、農業地域は、耕作地、永年草地、放牧地の総称を言う。耕作地には、加工地と永年作物地がある。FAOSTAT による農業地域の分類は、以下の通り。日本の農地方では、農地は、 工作の目的に供される土地と定義されている。これ以外の土地で、主として工作もしくは、養畜の事業のための採送または、家畜の放牧の目的に供されるものは、特に採送放牧地というが、講義にはこれを含み、農用地とも言う。さらに広い意味での農地は、農畜産物の生産、貯蔵などのための農業用施設用地も含む。日本における、 法令上の農地の分類は以下の通り、日本の工地面積は44,200平方キロメートルである。ありがとうございます。